はい、どうも、こんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。今回もビクトさんを探せやっていこうと思います。今回はエレベーター編ということで、1エンドって書いてあるので、多分エンドルートは1個なんだろうかなと思います。ではやっていこうと思います。はい、エレベーター乗ってます。2回、3回。何？はい、常時にはこのボタンを押してください。数秒間、はい。かかった。 Hello. Are you Hello。 locked? Okay, please calm down. First, 受please 話器 push the のマーク emergency の button 10 times. エマージェンシーボタンを10回押してください。これ。10回。イエー。Please find 10 green things. その緑色のも Good のを10個luck. 見せてください。ではでは。おい。いやいや、助けろや。 はーい、じゃあ探していきましょうか。緑色のボタンだぞ。なんだ？気になるけど、とりあえずは周りを見ていきましょう。で、また、ん？あ、こいつそうだったんだ。なるほど。またね、アイテムを見つけていきましょう、どんどん。なんかある。レシート？はい。レシートゲットしました。これなんだろう？これ見れないな。はい、番号、あ、これいるね。ボタンが光る順番を覚えます。ボタンの点滅が終わった後に正しい順番通りにボタンを押します。全3レベルです。はい、スタート。レベル1。1、5、8、3、6。え？ 1、5、8、3、6、10、6。3？ OK。うわ、覚えられねえ。4、9、3、6、7、1、5。OK。あ、わかんない。あ、違う。 うわ、やべえ。これちょっと俺苦手なやつだ。マジで、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 マジで？マジですか？そしたら、そしたら、ちょっと苦手なので、苦手なので、ちょっと、ね、ズルをしましょう。メモります。紙とペンを持って。OK。はい。あ、さっきと同じパターンじゃん。あ、じゃあメモ問題でいこうかな。やってみよう。え、え。じゃメモ問題で頑張ろう。ちょっとメモするのは良くない。勝ち。さあ、いきます。13、6。そっから先も覚えてない。 うん、5じゃない？ね、で、4だよ。で、9だよ。あ、違う。13、6、5、4まで覚えた。そっから先ね。はい。7か。7、9、1、3、10。7、9、1、3、10。7、ここまで OK。で、7、9、1、3、10。OK。きたー。あ、同じパターンで何回もできるんだったらいけるわ。でもね、記憶系はあんまり得意じゃないんです。はい、あ、もう戻ってきた。え？全然、レシート。はい、いたー。いいよね、そりゃね。あれ？これちょっと違う。妙に重いピクトさんだって。重たいのか。ここなんだろう。なんで緑色なんだろう、ここだけ。あ、これは多分ボタン最後押すんだろうな、ここ。あ、液晶？もう一回押してみる、これ。ああ、特に関係ない。ここに一匹いたけど、上は見れないっぽいですね。なんで、この画面だけなんだけど、この妙に重いピクトさんはどうすれば軽くなるんだ？これが気になる、本当に。
なんだろう。なんでここ開けれないんだろう。あ、視界が変わったってことはどっかにいるぞ。えし、なるほど。マイナスドライバー。あ、で、これここじ開けんだろ。違う。違うの。じゃあマイナスドライバーでちょっと妙に重いピクトさんをブスブス刺して空気を抜くとか。違うか。マイナスドライバー使うとこあったか？ここは違うもんな。お、ここが外れた。ははー、ここも何も関係ないか。ちょっと他に見れるところがあると思うんだけど、手すりとか見れないの？ここになっちゃうのか、この画面に。じゃあこっちの画面の手すりは関係ない。で、ここはさっき見た、こっちの角どこにない。上もなし。ここなんだ、この壁。妙に重いピグタさん、どうすればいいんだ。おわ、ま、あ、上見れた。オッケー。なるほど。この先は何もないか。はあはあ。この上が見れる。やっぱ上見れるんだ。上見てなんかするんだね、やっぱり。これなんかあんじゃね？この数字がなんか気になるんで、なんかありそうだね。1100は打てない。325とかって見る。あ、あ、わかった。多分これ黒塗りのところだ。うわ、難しい。1100円から1100円の 10% は110円だから、まず110円引くでしょ。そうすると990円になるでしょ。990円から250円と575円。575円。415円かな。何も起きねえ。え、俺の計算間違ってるかな。これはちょっと電卓使いましょうか。え、間違ってないよね。俺間違ってたら恥ずかしい、これ。1100円の要は 90% だから 0.90 かけて、そっから250円と325円を引く。415だよね。合ってるじゃん。415、415閉まる。415開く。ダメか。なんかありそうだな。ここか。ここ押せないもんね。ゲームクリア。クリアしてるよね。怪しいけど。415って押したらこの画面になんか表示されるとか。違うか。415、絶対これなんかあるもんね。アイピクト。415。415だけじゃないのかな。なんか他にあるのか。あれ、俺の計算間違ってね。ちょっと待って。あれ、あ、違うじゃん。うわ、やべえ。俺がアホなの証明。アホだけど。違う違う。合計に 10% 合計に 10% かけたら1100円になるんだから。ねえ、だって990円に 10% かけてもならないもんね。1000円に 10% かけたら
1100円になる。1000円になるようにしちゃいけない。バカじゃねえの、俺。ああ、アホだ。本当にアホだね。だから、425だ。425だったら、なるもんね。425だ、425。ああ。起きた。で？フラッシュしたのはいいけど。何が起きた？え？今ピュートさんゲットしたこれ。一人増えてる、でも。よっしゃー。これで、あ、レシートはもう使い終わった。あ、これま、あれだ、時間だ。時間待つ系だ。あ、こっちも開いた。8人。え？なんで開いたの？さっきのやつか。妙に重い。てか、アイテムが多分あとね、1個か2個あると思うんだよね、どっかに。それを探さないといけない。どこだろう。ここさっき見たもんね、ペラってめくって。結構角っことが怪しいんだけどな。手すりがちょっと怪しいんだけどね、なんもないんだよね。そろそろね、パート13まで来たんでね、パート、え？パート違う、パート12か。確か動画だと12か11ぐらいになってると思うんだけど。13までピクトさんやってきたからにはね、多少できるようにはならないと なってないとおかしいんですけどね。やっぱ難しい。ほんとよく作られてますね、ピクトさんは。全然わかんないもん、どこにいんのか。さっきここ見たよね。マイナスドライバーあんまり詳しく見れないけど、多分なんもない。マイナスドライバーがまだ残ってるってことは、マイナスドライバー使うところがあるってことだよね。こういうとこちょっとガリッとやったりしない？ないか。マイナスドライバーを使うところがあるってことは、どっかネジみたいなとこがあるってことなのかな？これは取ったしな。分裂した。なんだ、分裂したよ。マイナスドライバーなんか割った感じかな。なんだこれは。 横上上横上上横上横横横上上横上。これはこれじゃないか？違うかな。でも上がどれだろう。横上、でもボタン押せるのこれしかないもんね。横上上横上横上上。全然上じゃないけど。 上横上横横上横上横横。違う。え？パスワードは分かったんだけど。横ってなんだ？逆でやってみるか。横上上横上横上上横上上横上横横上横上横横。あ、来た！来たー、いたー。なんで横なのか未だにわかんないけど。よっしゃー。職員は健康のため階段を使います。
エレベーター使うなということですね。はい、それでは無事クリアできました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。パソコンからご視聴の方は画面右の画像をクリック、スマートフォンタブレットからご視聴の方は画面下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。動画の続きは画面下の再生リストから見ることができます。 Twitter で動画の更新情報などを配信しております。こちらも合わせてフォローをお願いいたします。ではまたのご視聴お待ちしております。バイバーイ。